be rain, and there was rain. Let there be rain, and there was rain. さあ、お疲れ様です。バラードです。今日は渋谷の東京ハンズに来ております。ちょっとね、マジで異常気象で、今2月の19日、2月半ばなんですけど、暑いっす。東京はどうなってるんでしょうか。春先の気温ですね。マジで暑い。ちょっと非常に地球が心配な昨今でありますが、今日はね、ちょっと東京ハンズ渋谷用事があるので行ってきたいと思います。参加アーティストはこんな感じで、道田さんとかビビビットさんも出る感じですね。こっちに関してはパート2の方なんで、また期日が違う感じです。後半戦って感じで、前半はこうこっちのですね。今やってるのはこの作家さんたちって感じで、いやー、やばいですね。もう安心のメロさんの展示ですね。平成レトロそば展示みたいで、そばがいいですね。で、下にはこの平成ネオンですね。これの安心感がやばいです。で、両サイドに書籍が、著書があるんですけど、こっちはね、僕も持ってるんですけど、これ早く手に入れたい。ファンシー絵土産天国。これなんかメロさんのツッコミが入ったりするらしいんで、それだったらめっちゃ欲しいと思って、ちょっとアマゾンもね、予約ちょっと買い逃しちゃったんで、販売したら買おうと思います。楽しみですね。早速なんかシウマイ弁当のネオンがいきなり目に入りましたね。すごい、これシウマイ弁当はレトロですと書いてあります。ちょっともう早速、もうやばそうな、これまだ来て端っこなんですけど、すごい、もうここ直線上ガーッとイベントやってますね。物販、お前とおなじみこの前回のレトロエキスポで買いましたね、コスモス。これもしかして謎の店じゃないですかね。もしかして、すごい、これやばいですね。リーゼント八坂さん、顔パネリーゼント、これやばいな。This worldIt's so unkind. One day you're king, the next you're crucified. What good is true without love? What good are we if just flesh and blood? In this world, it's so cruel. You think you've won the game and they've gone and changed the rules.空間もやばいですね。もうやばい小部屋に来ました。すごいね、この結構ファンシー系が多い感じですね。 But maybe I'm just a fool to believe there's something beautiful inside of you and meTears are gone.
疲れ様です。あれから2週間が経ちまして、またハンズに来ております。で2週間経ってね、今後は後半の、期間になるって、ちょっと展示アイテムとか販売品がまたガラッと変わるので、それをまた見に行ってこようと思います。まさかの2シーズンっていう感じで、早速また行ってきます。2週間経ってめちゃくちゃ寒くなりましたね。そして花粉がマジでやばいです。というわけでちょっとハンズ行ってきます。さあ、ちょっと楽しみだった中村あんこさんですね。いやーやば、スーパーレトロで買えるとは。いやめっちゃテンション上がります。うわラジカセやばい、ラジカセアクキーやばいな。いやでもやっぱちょっとこういうテイストのステッカーが欲しいですね。いやどうしよう、これもこれもやばいですけど、これ中、これクリアなんですかね、ここの部分ちょっと気になりますが、いやーやばい。いやーちょっともう早速どれにしようかなというテンションになってきてます。いやうわーステッカー、ステッカーマジやばいっすね。やば、やっぱりここ真ん中が透明になってるみたいですね。基本的にクリアな質感ですね。なんか作家さんが多すぎて、さすがにちょっと全部はちょっと把握できなさそうなんですけど、気になったやつピックアップしていきます。くるみさんは毎度おなじみですね。もうこの方は毎回エキスポで見てる方ですね。いや今回もやっぱこの CD モチーフ、レコードモチーフが結構いいですね。かわいい、ファンシーハブランドさんですね。いや本当にこれがまさに90年代初頭の質感が前面に出てますね。で早速やばいピンズが、このピンズはやばいな。いやちょっと後半は結構普段今までのエキスポで見てきた人がたくさんいて、ちょっと大変です。日田有限会社さんですね。もうデザインフェスタとかでは大人気の作家さんですね。いやそうこれとかね、あ現物初めて見ましたね。めっちゃ可愛い、うわ欲しいなこの辺も。タイポグラフィーでレトロエキスポのセレクトみたいです。このアクリルもやばいっすね。さあちょっと前回衝撃の出会いだったビビビットさん、今回も後半から出てます。いやちょっとアイテムの数今回やばいっすね。めっちゃラインナップある。あすごい、これが新しいやつですかね、ラジカセ、かわいい、やばいっすね。後半がね、音楽をテーマにしてるみたいで、ちょっとこういうレコードっぽいアイテムとか多いですね。おまけ堂さんって方みたいで、めっちゃキラキラで可愛いですね。すごい、めちゃめちゃ平成なポップを感じます。旅は気をつけ
状態でいいですね。はい、あ、これも入ってるんですね。はい、ありがとうございます。ちょうど今レトロエキスポの反対側でレトロなソフビの世界っていう展示をちょうどやってますね。すごい。そう、このね、レトロソフビとかはまだ僕は全然未知なる世界なので、こういう展示をやってもらえると見ることができるんでね、嬉しいですね。あ、ブースカ可愛いですね。ブースカは僕でも分かります。ここは非売品のコーナーみたいですね。すごいすごい塗装が色鮮やかなゴジラたちですね。ちょっとこの辺も非売品みたいです。わあ、ここすごいですね。巨大なソフビ。今回もね、いろいろちょっと雑貨ですね、買ってきたものを最後にね、ちょっと紹介だけして終わろうと思います。結構 Vlog パート長くなっちゃったと思うんですけど、いろいろ買ってきました。こちらまずこの常夏リゾートサマードリームというね、めちゃくちゃエモいステッカー、これこちらがの動くステッカー屋さんというところで買ってきました。見え方によって角度によってこうデザインがね変わるという仕様のステッカーになっております。サマードリームっていうね、リゾートホテルっぽい感じの、ステッカーでございます。で、今回ちょっとステッカーが非常に多いですね、こちら、ミノモマリカさんのリゾートホテル、またリゾートなんですけど、ラッコ島っていうね、思い出がプカプカというね、これもね、めっちゃなんかレトロなんだけど、ちょっとこうちょっとなんかネオレトロっぽい感じっていうか、レトロなんだけどちょっとこうデザインとして新しさも感じる。キャラクターもねすごい綺麗で、なんかねこの絶妙なバランスが良くて買っちゃいました。まあ、レトロ可愛いデザインですね、ラッコ島っていう感じで、こちらのステッカーですね、こちらでございます。で、こちら中村あんこさんのこちらステッカー2枚でございます。それがね、キラキラ仕様のステッカーで、こう箱庭っぽいね世界観のデザインのステッカーでございます。こちらね、ともう一個こちらがね、あの真ん中枠、これ枠になってるんですけど、白の台紙に貼ってあるんですけど、剥がすとねクリアなステッカーになってるんで、ここからこうね何かが覗くような感じにステッカーを貼り付けても、面白そうだなという感じでございます。で、ノート PC がねもうステッカーでいっぱいいっぱいなんで、ちょっとねどうしようかなって迷ってます。貼る場所迷いますね。で、こちらこれやばいっすね、これメロン日記っていう、なんかこのねレトロ可愛い感じがたまらなく購入しちゃいました。これなんかね、三つ目フェスボリューム1っていうイベントで販売されてたシールみたいなんですけど、デザインが可愛くて購入しちゃいました。いや、これもまたちょっとどっかに貼りたいですね。ノート PC に貼りたいけど、もう貼るスペースが、余白がなくて大変で困ってます。最後こちらですね、もうスーパーレトロエキスポをずっとあの前から、見ていた作家の方ですね、ファンシーファブラウンドっていうね、この恐竜がめちゃくちゃ可愛い、これピンズですね。やはりピンズはもうこうね、他のブースでこうピンズ販売してる方があんまりいなかったんですけど、この方はねこのピンズをね、しかもめっちゃもうクオリティも最高っすね。好きなタイプのピンズですね。嬉しい2つ張りで絶対取れないっていうね、安心できる感じで。いや、これでも台紙やっぱり可愛いっすね。ピンズ作る方ほんとね、台紙のセンスもマジで可愛くてね、このファブランドワッツアップダイノっていうね恐竜さんのピンズでございます。いや、めちゃめちゃ可愛い。というわけで今回はスーパーレトロエキスポ渋谷ハンズでのね開催でございまして、前半後半と、まあ、両方ちょっと楽しんできました。まあ、やっぱ行くたびにねこう参加作家さんが増えてる感じがして、来てるお客さんもめちゃめちゃやっぱね楽しそうなのが、あのイベントの本当にいいところで、わあ懐かしいみたいな感じのから、すごい可愛いみたいな感じで、こう新鋭作家さんのね作品も触れる機会があったりね、本当にね僕は本当好きなイベントですね。平成レトロ、90年代前半とかの平成初期のカルチャーがすごい多くて、もうめちゃめちゃ楽しいですね。小さい頃の記憶が蘇ります。でもこの動画アップしてる時まだ間に合ってれば、渋谷のこの後半戦の方がまだやってるかもしれないので、あの動画アップ間に合ってればぜひ、まだ間に合うので遊びに行ってみてください。掘り出し物が見つかるかもしれないです。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。
さよなら。